おいすー、こんにちは、アメルです。今回はサムライスピリッツのキャラが、まあ、半分かな、今日と明日で多分全キャラ発表されるみたいなんですけども、とりあえず前半戦発表されましたんで見ていきましょう。これやばいっすよ、マジ。このガチャは引いてください、先に言っときます。このガチャは引いてください。簡単にまとめます。あんまりベラベラ喋っても見る気が失せるんでね。はい、ということで見ていきましょう。ある程度のキャラが揃いましたね。まずはシャルロットっていうキャラです。この子をパッと見るとスキブ指チーム覚醒はしょうもないですね。で、スキルが全ドロップを水時の二色陣からの縦一列、新しいんじゃないこれは。二色陣からの追撃作りますよっていうスキルです。これはね、結構使い道あるんじゃないかな。追加攻撃を組むのに非常にいいと思います。まあランダムとかで使うんだったらただの二色陣の方が強い。リーダースキル、水属性の HP と攻撃力2倍、回復の4個起して回復力2倍。おお、なんか幕の内一歩的なね、そんな感じ。水を4個以上つなげてキスと攻撃力上昇、最大 5.5、 倍率がちょっと低いな、残念。2P カラーがあるみたいです。こっちが列になっております。で、リーダースキルは変わらないです。なので、このリーダースキルで言うなら、覚醒はこっちで使ってくださいね、みたいな。ダンジョンボーナスがありますね、覚醒に。それぐらいかな、特徴は。まあ、スキルが強いね。以上です。で、武器に関しては強い。武器強いじゃん。毒耐性2個にお邪魔耐性と水列強化が2つ。一体内で来るダメージを無効化、いいですね。敵全体に30万の固定ダメージ、いいんじゃないですか。固定ダメージ全体に打てるのも、まあ、テューポンカードあればどうにかなるかなって感じありますけど、30万固定ダメージと、まあ、イルミナが確か30万になったんだよね、前回。そんな感じだった気がしますけど、まあ、今回のランダムとかでもね、なんか意外と固定ダメージが使えたりするケースもあるんですが、まあ、ダメージ無効化なんで、別に腐らないスキルだと思います。普通にスキル、まあ、覚醒も強いと思います。水のパーティーには武器として組み込むのがありかな。まあ普通に水の武器でいいんだけど、スキルどうかな、周回というよりは攻略で使われそうなスキルしてますね、この子は。なんで、どうだろうね、正直言うと今のところ使わないかなっていう方が強い。73くらい、7-3 ぐらいで7使わない、3使うかなみたいな感じですね、個人的には。別に追撃って最近別に組むもんじゃなくて、ここフェルケナとかで突破するもんなんで、リーダースキルで、まあ、そういう時代なんで、ちょっと追撃もう悪くはないかなとは思いますけど、現状はそんなにいらないんで、まあ、武器化でいいんじゃないかなとは思います。はい、次行きましょう。徳川、読めません。スキブ1、指1、7コンボ強化2、チーム HP アップ2、チーム回復アップ2です。ランダムでヒドロップ6個生成を4ターンで行います。全属性の HP と回復力が2倍。なるほど。3色以上同時攻撃上昇の最大12倍。でも火力は低いか。12倍しか出ないのか。まあリーダーとしては使わないですね。はい、で、スキブ3で無効貫通2でバランスキラー、攻撃キラーを持っております。なんかバランスキラーと攻撃キラーってどっかで見たね。アテナノンの武器じゃないのかな、それは。多分アテナノンの武器がそんな感じだったって、ウルムスマッシャーが映っちゃってるけど、確かアテナノンの武器が、武器が出ない。この子の武器が確か違ったわ、ごめんなさい。バルキリーシェルだっけ、どっちだったかな、バルキリーの武器か、こっちか、ごめんなさい。バルキリーの武器でしたね。バルキリーの武器がバランスキラーと攻撃キラーです。ちなみにバランスキタイプと攻撃タイプ同時に持ってるキャラは一つもいないんで、まあそこんとこよろしくっていうことでね、2個持ちいませんので気をつけてください。はい、まあ一応相当しときましょうか。まあ、PDC の情報なんですけども、条件でタイプがバランスで攻撃で相当すると、はい、一体も出ません。まあそういうことなんでね、まあよろしくお願いします。なんでまあそんなに使われないと思います、実際は。でもまあどうだろう、バランスタイプに無効貫通刺すんだったら、まあ、こいつじゃなくて、あのドットの、あのファイナルファンタジー15のね、誰だったっけ名前、あのメガネかけてるやつ、ちょっとね、名前が出ないんですよね。これドットプロンプト、この子の方がいいんじゃない、バランスタイプに無効貫通さすんなら。まあそんな感じなんであんまり使われないかもしんないね。はい、で武器になると、ドロップ強化5つ、まあ無課金でこのキャラ、今こういうキャラいましたけど、スキルの方が全ドロップ、闇代わり打って敵一体に200倍の光属性攻撃、光属性攻撃10ターンか、
なんかこいつあんま使わないな。このキャラはちょっと魅力があんまり感じられないかなって感じです。一応ちょっとなんかリプランで見とこうかな。ウェザーライト、あ、ウェザーライトが死んだんですね。うんうんうん。こういうね、リプランも意外とね、参考になるね。強すぎぶっ壊れに。星5の性能じゃなくね。まあ星5の性能、確か星5って考えるとかなり強い。まあ今のところ使い道はあんまり思いつかないかなって感じです。まあキラー刺して無効貫通か。超覚醒にもよりますけどね。無効貫通もう一個つけれるんだったらちょっと突破にワンチャンですけど。はい、まあそんな感じですね。うん。今のところは別に使わないかなって感じ。はい、で次ですね。もう読めないんで、ジューベイさんね。ジューベイさんはスキブ1、雰囲気指1、10コンボ強化とお邪魔と暗闇が 40% 一人で。これは強みだね、強み沢。敵1体に10万の固定ダメージを5回。まあ今のランダムで使いますよみたいな。全ドロップ、火、水、気、回復に新変化します。攻撃タイプの HP と攻撃力2倍ドロップ、操作2秒延長、気を4個以上つなげて消すと攻力 5.5。まあ倍率低いですけど、まあ 2way と絡めれば相性がいいんで、まあ結構、意外と、まあ、ロシェが入るのかな？ロシェが入る。まあ、ロシェとかそういうキャラ入れたら、まあ火力は結構出るかもしんないね。ロシェが攻撃タイプだったような気がするんで。まあでも星5とかはあんまりリーダーでは使わないかもしんないけどね。はい、で、進化すると 2A が2、4、5、超覚醒のもう一個つけれたらめっちゃ強いんですけど、うん、普通に強いと思うんだけど、まあリーダースキルは一緒で、まあ 2A めっちゃあるねっていう感じです。もうこのキャラもね、星5にしてはめちゃめちゃ優秀だと思います。ランダンであのゼウスバース杯とかそういうのになったら結構活躍できるかもしれない。攻撃タイプしかないのはちょっと残念だけど。で、武器が、まあ、これ武器はいらないかな。貴族性である必要はない。代用効きまくりなんで、まあ、別にいらないですね。武器じゃなくていいです、あの子は。で、ヤシャマルですね、クラマ。これも強いね。封印耐性を素で持ってて50杯か強化3つ。ちょっと超覚醒未だ不明ですが、もう1個つけれたらやばいっすよ。50杯か強化もう1個ついたらやばいっす、こいつ。で、50% 自傷していったらドロップ操作2秒延長の敵の行動2ターン。スキルもそこまで悪くない。自傷があるのは優秀ですね、自分で。で、貴族性全パラ 1.5、ドロップ操作2秒延長、ドロップを4個以上つなげて消すと効率が上昇最大9倍。9、5、4、15、9、1が9、13.5 倍か。うん、火力もそんなに悪くないし、無効貫通組んだら最大倍数出るんだろうし、周回編成のリーダーになってもおかしくはないかなって感じですね。まあ、あの子とキャラ合うのかな、自転車の子。自転車の子。小野田坂道か。小野田坂道と組み合わせたらワンチャンあるんじゃないんでしょうか。悪くないと思います。普通にサブに入れるのも全然あり。操作負荷耐性持ってるんで、これがかなりいいと思います。50倍が強化のサブとしてもリーダーとしても強いんじゃないかなと思います。はい、で、進化するとコンボ強化2で雲耐性に変わりますね。ガードブレイクも持ってるということで、覚醒がかなり優秀ですね。で、スキルがね、強いね、あなた。これはまあ紹介されてたやつなんですけど、ツイッターで。で、これが武器になってもまだこのまんまだった。これがびっくり。武器になったらスキル変わると思ったんですけど、変わんなかった。これはぶっ壊れ武器よ。だからさっきウルムスマッシュ出してたんですけど、これ死にました。お疲れ。まあ、ジンと操作延長っていうことで相性ね、合えばこっちの方がいいかもしれないですけど、50倍以下強化あるのやばくない？いや、お邪魔三突に50倍以下強化あるのはやばいと思うんだけど。それは、しかもスキルめちゃめちゃ強いよ。これやばいよ。この武器マジでやばいんで、2つぐらいは確保したいですね。はい、そんな感じです。どっちかっていうと、これ武器に魅力持っていかれがちって感じですね。まあ、別に悪くないんだけど、この進化前とか特に。はい、そんな感じでした。で、これ、色、色、読み方がわかんないですけど、暗闇耐性 100% 一人でできますよって感じです。で、2A 持ってます。まあ、孫権、覚醒だけ見ると、孫権の闇バージョン。で、覚醒無効状態全回復いったのは闇ドロップ落ち着くない。これはまあ、Twitter の動画で紹介されたやつ。闇属性の攻撃力5倍、ドロップ操作2秒延長、3色以上同時攻撃ダメージ減攻力3倍使わない。で、こっちに進化すると、コム強化に L 字が2です。あれみたいだね。京山アンナみたいな感じの覚醒してます。で、なんか最近プラス多いね。で、ランダムで5属性ドロップ5個ずつ生成。一旦の間、闇属性の攻撃力が2倍。これモンスト感あるよね、イラスト。わかる。はい、で、8ターンで行いますと。これも、あれだね。多分あれだよね。Twitter の動画で出てたやつ。闇属性の HP2 倍、ドロップの5個 L 字消して攻力5倍、4色上で3倍、固定の5万ダメージ。まあ、ツイッターの動画でも言いましたけど、多色は未だ、まだこれじゃ流行らないかなって感じです。もうちょっと無効貫通のところどうにかしてくださいって感じ。
この子は今のところないけど武器が怖いね。武器はスキブ武器か、スキブ L 字か、スキブ L 字ランダムで5属性、ああ進化後と一緒だね。はあはあはあ、まあ悪くないスキルですし、ちょっと軽いですけど。スキブ武器か、なんかすっごいヒョローンってしてるけど空間歪んでますね。あんまり魅力は感じないかな、正直。そんなに欲しいってはならない。スキルがそんなに強くはないんで。はい、で、この子。この子がスキルブーストプラスか、指プラス、チーム HP アップが2、コンボ強化3。強い。強い。すごいな。HP アップ2個持っててコンボ強化3か。強いな。ステータスがあんまり高くないなって感じはしますけど。で、ランダムで闇ドロップ9個の1ターン内でドロップ操作2倍。3コンボ以上で上昇最大8倍。闇の2コンボで上昇最大5倍。リーダースキル軽減がないけど倍率高っ倍率高っ。何コンボするんだろう。闇4コンボぐらいいるんじゃないこれ。闇4か5コンボでしょ多分。5波40 1600倍出るのあなた。え最大1600倍出すの君一人で。ほうやばいねあなたね。ちょっとぶっ飛んでるね。軽減ないけどね。はい、で、スキブ4。超覚醒であなたスキブついたらやばいよ。お邪魔耐性 100%。 無効貫通3。うん、これフェノン打って変わる可能性もワンチャン見えてきたね。耐性ないと思ったらお邪魔100にできたら結構強いよ。それはフェノンは 20% ずつだけど1体で 100% はやばいんじゃない、結構やばいんじゃないかなって思い始める。で、ランダムで闇15個生成、闇ドロップ強化ね。これはツイッターの動画のやつ。これ、超覚醒めっちゃ気になるけどね。闇属性の攻撃3倍 HP。これも見ましたね。まあ、だから、イナと組み合わせるとかなり強いんじゃないか説はあります。いや、純粋にやばいよ。いや、結構フェノンと被ってるよ、いろいろポジションが。いや、スキブ4はお前の方が強いし、無効貫通力もあなたの方が強い。まあ、毒耐性と暗闇耐性はできないものの、一人でお邪魔100はやばくない？いや、闇ドロップ15個生成で無効貫通分も用意できるだろうし、まあ 80% 切っちゃうとあれだけど、いや強いぞ。火力に関係ないんでね、 80% 半減は。で、操作カードの武器で攻撃力アップ4。いや武器も強いな。操作カ武器としてはかなり優秀。操作カ武器って今あんまりね優秀なのがないんで、うん、全然ありだと思います。これ強いね。この子、めちゃめちゃ良くない？めちゃめちゃ強そうじゃない？この子。以上ですってあるんですけど、とりあえず前半戦で気になったのは、この子の武器。はい、ぶっ壊れ。で、進化後やばくない？っていう感じです。はい、そんな感じでした。うん、初始後もね、全然強いんで、この辺も、使えそうなやつらが多いんで、はい、どのキャラも強いんで、結構引き毒です。もうこれは引いたもん勝ちっていう感じなんで、必ずもう石なくても引いてください。はい、ということで前半戦のキャラはこんな感じでした。皆さんの意見もコメント欄まで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。